ディエゴ・シメオネ、ディエゴ・パブロ・シメオネ・ゴンサレス、1970年4月28日帯は、父兄にイタリア、母兄にスペインにルーツを持つアルゼンチンブエノスアイレス出身の元サッカー選手、現在はサッカー指導者。アルゼンチン代表として史上初めて出場100試合を達成し、現在も歴代4位の出場試合数を誇る。現役時代のポジションは、 守備的ミッドフィールダー。豊富な運動量で、ピッチの至るところに顔を出す、プレースタイルから、14歳の時に監督からチョロ、インディオ、ノイというあだ名を付けられた。このあだ名はかつて、ボカジュニアーズでプレーした、血縁関係はないのあだ名であった。1987年に、CA、ベレスサルスフィールドからデビューし、その後は、イタリアとスペインで長くプレーした。 1990年に初めてヨーロッパに渡り、ミルチェ・アルチェスクが監督を務めるイタリアのサカルチョに移籍。スペインリーガ・エスパニョーラのセビージャ FC を経て、1994年にアトレティコ・マドリードに移籍すると、1995から96シーズンにはリーグ戦とコパデルレイの2冠を成した。1997年に再びセリエ A に戻り、インテルではロナウドラと共にプレーした。 1998年の UEFA カップでは、決勝で SS ラツオを3-0で破って優勝した。1999年、スウェンゴ・ゴラン・エリクソン監督が率いる SS ラツオに移籍し、ベテランのネストル・センシーに、マテアス・アルメーダ、エルナン・クレスポ、スグレダ、パス技術を持つフアン・セバスティアン・ベロンなど多くのアルゼンチン人選手たちと共にプレーした。彼らのチームは、 シメオネの加入と共にスクデット争いに加わり、シメオネはユベントス FC との白熱した首位争い参加に貢献した。最終節を前にして勝ち点2差をつけられていたが、ユベントス FC は宇宙のペルージャカルジョ戦に敗れ、SS ラツヨはホームのスタディオオリンピコでレッチーナカルジョ相手に会心の勝利を挙げたため、自身初となるセリエ A のタイトルを手に入れた。 1999から2000シーズンは、コッパイタリアでも、決勝でインテルを破って優勝し、スペイン時代に続く2冠を達成した。その後、2002から03シーズンまで、SS ラツオでプレーした。2001から02シーズン最終節のインテル戦では、古巣相手にゴールを決め、インテルのリーグ制覇の夢を打ち砕いた。2003年にアトレティコマドリードに復帰し、 二シーズンプレイした後に母国の羅針クラブに移籍した。ファンである羅針クラブで引退するという願いが叶い、長い選手生活を終え、2006年に引退した。1996年にはアトランタオリンピックに出場して銀メダルを獲得した。1988年にアルゼンチン代表デビューしてから2002年までに106試合に出場し、 アルゼンチン代表の当時の最多出場記録を更新した。1991年と1993年にはコパアメリカで優勝し、1994FIFA ワールドカップ、1998FIFA ワールドカップ、2002FIFA ワールドカップと3度の FIFA ワールドカップ出場を果たしている。ミッドフィールダーながら11得点を挙げており、1992年の キングファハドカップでは決勝で得点している。1998 FIFA、ワールドカップ決勝トーナメント1回戦のイングランド戦ではシメオネを蹴ったデビッド・ベッカムが報復行為とみなされて退場処分を受けた。シメオネは後にベッカムを退場に追い込むために痛がるふりをしたことを認めている。このワンプレイによりアルゼンチンはイングランドに新勝しベスト8に進出した。 準々決勝のオランダ戦ではタックルを受けて実際に負傷した。最後の国際大会となった 2002FIFA ワールドカップはグループリーグ敗退に終わった。この大会でベッカムと和解しており、ベッカムが PK を決めてイングランドがアルゼンチンにリベンジを果たしている。2006年2月17日の試合で現役を終えると同時にラシンクラブの監督に就任。シーズン終了後に クラブの会長が交代したことに伴い、レーナルド・メルロに公認の座を譲る。直後の2006年5月18日、エスティ・ディアンテスでラプラタ監督に就任。12月13日のボカジュニアーズとのシーズン最終戦、優勝決定戦となった22から1で勝利し、アペルトゥーラ2006ではクラブを23年ぶりのリーグ優勝に導いた。 同年10月にオレ氏が行った投票で、アルゼンチンリーグの最優秀監督に選ばれ、元アルゼンチン代表のに、生まれながらの監督賞された。アペルトゥーラ2007では、低調なスタートとなり、旧試合無敗でシーズンを終えた、ものの、優勝争いに加わることができず、シーズン終了後に退任した。2007年12月15日、ダニエル・パサレラの公認として、 CA リーベルプレートの監督に就任。コパリベルタドーレスでは、決勝トーナメント1回戦で、c a ん、ロレンソでアルマグロとの同国体に敗れて、早期敗退したが、クラウスウラ2008では、エスタディオモニュメンタルで行われた、最終節でを2から1で下して優勝した。同年のコパスダメリカーナでは、ウルグアイのデフェンソールスポティングなどを下して、準々決勝に進出したが、 準々決勝で、メキシコの C d グアダラハラに敗れてベスト8に終わった。国内リーグでも11試合連続未勝利となって、最下位に低迷し、2008年11月7日に、監督の座を辞任した。2009年4月15日、コパリベルタドーレス1回戦で敗退して解任された、ミゲル・アンヘルルッソの公認として、c a ん、ロレンソ・デ・アルマグロ監督に就任した。 2010年4月3日、成績不振と積み重なる批判の責任を取って、サンロレンソ監督を辞任した。2011年1月、解任されたマルコジャンパオロの後任として、セリエ A のカルチョ・カターニアの監督に就任した。セリエ A 残留という目標を果たし、2010から11、シーズン終了後の2011年6月1日に、カチョ・カターニアの職を離れた。 2011年6月21日、ルッソの公認として、ラシンクラブの監督に復帰した。2011年12月23日、グレゴリオ・マンサーノー監督から解任したフルス・アトレティコ・マドリードから、公認としてのオファーを受け、二つ返事で承諾し、監督に就任。一年半の契約を結ぶ。就任一年目に、UEFA ヨーロッパリーグ2011から12、優勝。 二年目に 2012UEFA スーパーカップ優勝とクラブに相次いで国際タイトルをもたらすことに成功。2013年3月には契約を2017年まで4年間延長したことが発表された。さらにコッパデルレイでは決勝でレアルマドリードを下し17年ぶり10回目の国王杯優勝をもたらした。13から14シーズンでは9月28日の リーが第7節でもアウェーでレアルマドリードを破り、63年ぶりのマドリードダービー連勝を果たすと同時に、クラブ史上初の開幕7連勝を記録した。優勝争いは最終節までもつれ込んだが、2FC バルセロナの本拠地、カンプノーで1から1の引き分けに終わり、18年ぶりのリーグ優勝を達成した。また、UEFA チャンピオンズリーグでは、 FC ポルト、AC ミラン、FC バルセロナ、チェルシー FC を退け40年ぶりの決勝に進出した。史上初のホームを同じくするクラブ対決となるレアルマドリードの決勝戦がポルトガルのリスボンで行われ延長戦のスウェイン1から4で敗れ準優勝に終わった。14から15シーズン、コパ、デルレーではバルセロナに連敗し敗退した。その反面、 レアルマドリード相手には4勝に分けと圧倒し、スーペルコパデースパーニャにて優勝、さらに2月7日のリーガ第22節では4からでと対象している。出展11317、2 0 2 3 2 19835、198 513、84、出展、通算161。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。